里崎チャンネル。ジョン、ソーチェ。はい、のお時間です。月曜日。はい。今週テンション高いです。なぜなら火水木がもうまあ試合ね、広島対日本ハム西武がありますけども、ソーチェックがないっていうところで元気です。はい。ということで今回もね、行きましょう。あ、まず最初にですね、ロッテ対巨人。ロッテ対巨人はですね、この金土日、テレビ東京さんとテレビ朝日さんと日本放送さんで3試合連続、解説をさせていただきましてですね、もう解説したやつは即座に取ろうというところでまず取ってるんで、1戦目2戦目そちらご覧ください。さあ、ということで、ロッテ対巨人戦、ゾゾマリンスタジアム、今日はですね BS テレ東さんで、解説させていただきましたけども、もう覚えてることはすぐ取ろうということでね、ちょっとでも、体力を少なくならないようにちょっとずつでも取っていこうということで、今回もですね、このコーナー1試合パターン解説したてということでね、お送りしたいと思います。これね、11日金曜日の試合、ロッテ対巨人戦5対1で巨人のね勝利になりましたけども、まあメルセデス、元前、素晴らしいねピッチングだったかなと。元前に関してはね、これもジャイアンツがね、前のカードオリックスから宮城で山崎幸也、そして元前と3人連続ね左ピッチャー先発っていうところで苦しめられて、まあ前回のね動画でも言いましたけども、宮城、山崎幸也はね、伏見のリードで同じような形でジャイアンツやられた、工夫ないねっていうね、話してましたけども、今日の試合もですね、元前、そして柿沼のバッテリーほぼ一緒のパターンです。これがまたね、基本的にはアウトコースにストレート、ツーシーム系投げて、インコースはストレートも投げますけど、スライダーを褒め。で、インコースは単発次回。そんなにね、比較的インコースで投げていくわけじゃなくて、外中心っていう形でね、投球してきましたけども、これがですね、また、まんまと、ジャイアンツ打線をね、苦しめるっていうね。ちょっとね、中畑さんとも解説してましたけども、ジャイアンツがね、こう、チームとして、もしくは個々としてもね、そうですけども、この左ピッチャーに対してアウトコースのね、出し入れで勝負っていうところが、ちょっとね、全く対応できなかったのかなと。で、元前ね、6回102球4安打、1三振、2四球、1失点とね、非常に素晴らしいピッチングだったかなと。勝ちがね、つかなかったことは残念でしたけども、素晴らしいピッチングだったと思います。逆にね、巨人のメルセデスもね、非常にいいピッチング。このね、左バッターにもしっかりインコースを使いながら、アウトコースね、幅を利かせて、非常に良かったかなと。あのね、マーティンを見逃し三振取ったところとかね、非常に素晴らしいピッチング。まあ初回ね、失点はしましたけど、いい形だったんじゃないですかね。この試合のね、一番のポイントは、坂本、復帰というところで、なんとね、1打席目に、スライダーね、まあ、昨日、おとついと、宮城、山崎幸也、この元前のね、このスライダー、苦しめられてるところを、もう、外で攻められて、一発使いをね、対応する、ね、非常に、グッバッティング、ね。まあ、本人もそうですけども、まあ、原監督もベンチね、ファンの皆さん、2回かな、のヒットで、多くの皆さんがね、安心したんじゃないのかなと。で、その後もね、フォアボール。で、これがね、その後の中地の、三塁線、スライダーね、コンパクトに打った、同点タイムリーにつながるっていうところとね、最後も、ライト前打ってね、非常にいい活躍だったんじゃないでしょうかね。で、まあ、その中でね、まあ、初回ね、先制して、ロッテね、レアードのタイムリーで、いいか、これもね、ツーアウトからね、中村ヒットで、角中デッドボール、レアードヒットと、このツーアウトからいい形のね、ヒットで先制点取って、まあ、そっからね、なかなかメルセデスを崩せないところをね、4回、こちらもね、ツーアウトから岡本がレフト前で、坂本フォアボールで、中島のタイムリーっていうね、まあ、どちらもツーアウトから、得点を重ねたっていうところは、非常にいい形でしたけども、まあ、その中でね、やっぱり、一番のキーポイントは、8回表ね、ピッチャー、小野、ね、6回まで元前、で、7回小野、で、8回ね、大峰が登板、する形になりましたけど、まあ、解説中はね、あれ？こからかじゃないのと。大峰、そんな連投もしてないし、どうしたのかなと。まあ、ちょっと休暇も含めた、こう、ダブルリリーバーみたいな感じの系統なのかなと思いきやね、試合後の井口監督のコメントではね、ちょっとカラカーの体調がっていうね、ところで、まあ、この週末、3連戦はなかなか厳しいんじゃないのかってコメント出してましたけども、まあ、そこでね、大峰が登板して、このね、松原のレフトへのツーベース、これが大きかったですね。で、ウィーラーがね、続いて進塁打をね、打ちに行くかなっていう、ところでね、この甘く入った、フォークボールね、しっかりレフトへタイムリーツーベース。グッバッティング。で、その後、亀井がね、しっきりバンドを決めて、このね、ナイスバンド、このね、3番に入っててもね、原監督がしっかりね、誰であってもバンドをね、命じて、それをね、完璧に決める。非常に素晴らしかったんじゃないですかね。で、ここで岡本ね、フォークボール、ボールだと、もう一回フォークボールが高めに入って、もう、
バックスクリーン横の上段だからね、グッて非常に素晴らしいバッティングだったかなと。あそこまで飛ばすかっていうね、ナイスバッティングでしたね。だこのね、ウィーラーにしても岡本にしても、フォークがね、もう叩きつけてボールが、もうストライクに甘く入るかっていうね、うまく制球しきれてなかったかなと。その後ね、坂本が、ライト前、ここでね、マーティンファンブル、バーッと。だマーティンいいところでも打ててないし、バッティングがね、乗ってないからちょっとね、ノリが悪くて、ちょっとポロポロしちゃったかなと。ね。ここのね、こう、まあ、ラテン系の感じかな。乗ってる時はいいけど、乗ってない時はね、このポロンチョンでね、このマーティンのファンブルで、セカンドに行って、で、その後ね、中島は三振取るけども、ね、若林が、ファンブルね、ファンブルってかの、イレギュラー。あれはちょっとレアと仕方ないね。で、これもね、このマーティンのエラーで、坂本がセカンド行ったからこその1点が入るっていうね、あのプレイ大きかったかなと。で、またここでもね、ファンブルと。まあ、ここは、マーティン、ダブルエラー、バーンね。まあ、これは失点につながらなかったけども、まあ、これでね、勝負ありってなりましたけども、まあ、ここで思ったのは、試合後含めてそのね、カラカーが投げれないんだったら、まだ、確か106球だったと思うんだよね。あ、102球。元間が102球だったら、からかわ投げないんだったら、もう1イニング7回まで行っていい形で投げれてて。で、しかも7回が、ジャイアンツが、下位打線なんだよね。6番から始まるし、ね、下位につながるっていうところで、こうもう1回元間へ投げさせて、で、8回小野、で、9回増田でよかったんじゃないのかなっていうところのね、この、からかわ投げれないんだったら、この元間へのね、系統っていうところがちょっとね、早すぎたんじゃないのかなと、思いましたね。でもまあ、ジャイアンツはね、引き分け挟んで4連敗というところでしっかり勝って、で、ロッテはね、この負けで、で、今日はオリックスが勝ったんでね、B クラス転落、明日以降のね、戦いどうなっていくのかっていうね、ところを注目したいと思いますけども、今日の一戦はですね、5対1で巨人の勝ちでした。はい、ということで、今回ですね、ロッテ対巨人戦、金曜日は BS テレ東さん。で土曜日は BS テレビ朝日さん、そして日曜日は日本放送さんで3連戦解説するということで、もう解説したやつはすぐ取っちゃおうという方式で、昨日もねそうでしたけども、この第2戦目もこの方式で取ります。はい、ロッテ対巨人、はい、6月12日、11対4で巨人の勝ち。巨人ね、坂本が、復帰してから2連勝っていう形になりましたけども、まあ初回からね、いい形で、このね、松原ウィーラーの1、2番の活躍っていうところがね、このカード、非常にいい形でね、攻撃できてるんじゃないですかね。まあ初回、松原がね、センター前、ツーベース。このね、センターのね、ツーベースを打つっていうところが大きかったですね。で、ウィーラー、センターへ抜けるヒットね、コンパクトに、最低でも進塁だっていうところで、コンパクトに打ってセンター前。で、亀井が三振して、まあ最後ね、フォークボール3連投で、三振するわけですけども、なんとかね、必死で食らいついてましたけど、ここでね、いやーこのまま0点で終わったら嫌な感じかなと思うところで、岡本が左中間へスリーランホームランっていうね、このスライダーが若干甘く入ったところをしっかりね振り抜いて、前日から2打数連続でホームランっていうね、このスリーランはね非常に大きかったかなと。ここ0点だったらね、ちょっとバタバタっとした可能性もある。でこれで一気にまだジャイアンツペースかっていうところで、その1回の裏ね、ロッテも荻野がねセンター前に出て、この荻野マーティンのね絡みがどううまくいくのかがね、ロッテの攻撃陣のポイント。その中で初回ね、その後マーティンがね前日打てませんでしたけど、しっかりセンターオーバーのねタイムリーツーベース、そして中村がねライト行きたい、これはここねなんとか反対方向を打とうっていうね、気持ちがしっかりあったかなと。でその中で、タッチアップで三塁へ、でその後角中三振だけども、レアードのインコースね、外外攻められてインコースパシーンでくるっと回ってね、このタイムリーツーベース、ゴッ。あとスライディングもね、足あのまま伸ばしたアウトだけど、一回引っ込めてくってタッチをね、かいくぐる。まあ、タッチしてたかどうかがね、ちょっと映像でよくわかんなかったっていうところで、あのスライディングのね、器用に上手でたかなと。これでね、初回3対2。お、乱打戦かっていうね。戸郷は6回以降が悪いのにっていうね、今回初回からっていうね。で、美馬も前回 DeNA 戦11失点。立ち上がりちょっと不安やけど、追いついてこれで波乗れるかっていうところで、7回。なんと、計7点入るんですけども、まだここからね、松原、ライト前、そしてウィーラーの時にね、こう盗塁、ガッツ、この盗塁ね、大きかったかなと、しっかりね、盗塁で、で、その後ね、ウィーラー、なんとかね、反対方向、追い込まれながらもね、軽打、で、センター前ね、ここも非常に良かったかなと。で、そして、一、三塁になって、
ここでウィーラー通り、グーッツ。もうね、かけるまんも投げれない状態。このね、松原とウィーラー、ヒットも素晴らしいけども、このね、ウィーラーの反対方向を狙うっていうね、センター、前の進塁打。そしてね、この盗塁。このね、二つのこの盗塁がね、キーポイントだったかなと。いうところもあります。でその後ね、亀井、その前のね、打席はフォークボールで三振でしたけども、このスライダーね、胸元カットボールね、コンパクトにセンター前、そして岡本がまたスリーラン、ガーッツ、ナイスホームラン。正直ね、三馬引っ張りすぎたっすね。多分中地がな、この後スリーラン打つんですけど、中地、僕この中地に多分ベンチはホームラン打たれると思ってなかったね。この中地がアウトになったら、もしくは塁出たら大城から中村を出そうと思ってて、でその前にスリーラン打たれたんで、まあ、正直交代のタイミング遅かったなって思いますけども、まあ、ベンチの方が思ってたならば、このね、中島にホームラン打たれるとはさすがに思ってなかったんじゃないのかなとね、いうような推測があります。まあ、ここでね、ピッチャー中村に、変えるんですけども、もうこのね、3回10失点、これがね非常に重かったなと。で三馬はね、2戦連続2桁失点、しかも序盤で降板ですからね、まあ痛かったなっていう感じですよね。でこのね、まあ戻りますけど、岡本の後もね、坂本ヒット、スモークヒットとね、スモークも若干ねタイミング合わず、こう状態悪かったですけど、ここでヒットを打って中島のスリーランっていうね、これもう序盤で10得点、まあこれはもう一方的な試合展開になりましたし、まあここからねロッテの反撃っていうところもね、可能性はね、まあ今シーズン16点っていうのを1試合2回取ってますし、可能性はありましたけども、戸郷がね、途中からだったと思うんですけど、テンポがどんどん速くなってきたんですよね。もう取ったらすぐ、もう取ったらすぐっていうね、形でテンポ感がすごい速くなってきて、もう角中もね、タイムタイムみたいなね、速すぎるよっていうね、ところで、タイム、バッターがタイムをかけるぐらいっていうところはすごい速くなって、多分速いテンポ感が、ひょっとしたら戸郷のリズムを作った可能性ありますよね。で、今回、まあ7回、しっかり投げて、初回のね、2失点だけに抑えたっていうところも非常に良かったですし、左バッターに対してね、こうストレート、スライダーっていうところをね、しっかり投げ切れたっていうところも非常にポイントが高かったかなと、思います。でもね、今度の登板もね、この戸郷のテンポ感をね、ファンの人は見てもらいたい。もうすぐ、もうキャッチャー待ってる状態ぐらいに速いテンポ感っていうのが多分戸郷のねパロメーターになる可能性あるんで、そこら辺もね次回登板、佐々木もねぜひチェックしたいと思います。でね、ロッテのね一番の、ポイントだったのがこのね2回裏、まあ3対2になってね、1点差に詰まって、で2回表で加藤がねフォアボール選んで、で藤岡の時にですね、このエンドラン失敗、これは非常に痛かったですね。ツーボールワンストライクからエンドランですかけて、だからもうこれはなんでエンドランかっていうと、加藤のスタートが圧倒的に遅かったんで、あのスタートは多分もう絶対、あの盗塁であのスタートは本当ありえない。だからもう確実にエンドランだったと思うんだけども、そのエンドランで藤岡がなんと空振りバーッと、でそして大城グスローで加藤がね盗塁アウトになって、これがね一つのこの試合のね分かれ目になったね。でその後に、藤岡セカンドゴロで柿沼、セカンドフライと、でここでアウトになって、このちょっと流れが変わった後の3回松原からのねヒットで一気に7点っていうね、このね2回裏のこのねエンドラン空振り、そしてね、大城がしっかり刺した、ここが非常にね昨日の試合のキーポイントだったんじゃないですかね。ということですね、まあ、今回、ロッテは2連敗で、今日菅野っていうところでね、どういう試合になるのかっていうところですけども、まあ、序盤のね、ピッチャー交代の遅さ、そして中地にホームランを打たれるとは思ってなかっただろうっていうところのね、ちょっとコテコテを踏んだ交代がね、ちょっと、ロッテとしては試合をね決めてしまったかなと。まあ、その後投げてね、中村としては非常にいいピッチングだったんでね、まあ、次回以降ひょっとしたらね先発っていうところはあるかもわかんないんで、そこはねしっかり頑張ってもらいたいっていうところがあります。まあ、戸郷はしっかりね7回を長いイニング投げてね抑え切ったっていうところは非常に良かったなと。あと松原ウィーラーの働き、岡本のホームラン素晴らしかったですね。あ、中地のホームランも素晴らしいということで、今日の試合、11対4巨人の勝ちでした。はい、ということでですね、2戦の総チェック見ていただきましたけども、プラスアルファで6月12日のねロッテ対巨人戦、三馬柿沼のバッテリーね、三馬、2桁失点しましたけども、ここで一番気になったのが、打たれても同じ配球でずっと攻め続ける。解説中でもね、言わせていただきましたけど、もうちょっとカーブ使って緩急使ったり、ちょっと違う配球しないと、打たれても一緒の配球だとこれはこのまま打ち込まれて厳しいですよねみたいなっていうことを考えると、まあ柿沼、佐藤俊也も含めてですね、多分ミーティングで言われた通り
やってんじゃないかなと。感性をそこまで働かされることなく、ミーティングで言われた通りやってるから、打たれてもそれをし続けるしかないっていう苦しさがあるんだよね。でそもそも配球リードっていうのは、僕自身の考えはデータミーティングっていう家でやる基礎があって、でそこにその日その日の感性っていう柱を立てて組み立ててリードをしていく。で万が一感性がうまくいかなかった時に、でもミーティングデータに変えればいいねっていう、この二段構えが一試合をまあなんとか成り立たせると俺は思ってるんだけども、そもそも柱立てないで、土台だけで勝負すると、土台が崩れたらもう変えるとこないから、もうダメなの分かっててやり続けなきゃいけない。こういったところがロッテのハマればいいけど、ハマらなかったら悪い。だからそれは打線も含めて、そういったところがちょっと今のチームとして出てんじゃないのかなって正直思いましたね。でその中で6月12日ね、試合、5対4で、ロッテの勝ちというところになりましたけども、日刊スポーツの評論でも書かせていただきましたけども、ジャイアンツ打線ちょっと左に弱すぎっていうね、この1週間、心が宮城、東海山崎幸也、11日、元前で、そして、12日も途中から中村俊也、昨日13日小島と、いずれも打線低迷。4投手に対してね、88打数13安打打率1割4分8厘で1勝3敗というところで、ちょっと左に打ててない、ね。基本的にはちょっとインコース意識しすぎなのかな。アウトコースのストレート通信向けに全く対応できてないっていうところと、引っ張った打球が多くて反対方向を流せてないっていうね、ところで相手バッテリーにうまく、対策を練られて攻められてるのかなと。で今回の小島柿沼のバッテリー、非常に柿沼も考えてたなっていうところが、亀井への三振ね、インコースストレートで、ちょっと振り遅れで、アウトコースストレートを見逃し差し込まれで、ここで1球外に外しといて変化球いくかなと見せかけてインコースのストレートで三振っていうね、こういったところがよく見えた。ここでもう一つね、さっきの話に戻ると、策がうまくいくとうまくいくっていうね、だからもうちょっと選手が考えていろんなことを考えながらやっていく知識っていうのを、まあ、明確にしていく方が、データがうまくいかなくても選手たちの感性でなんとかできるっていうね、二段構えになるんで、そこら辺は教育がねちょっと必要なんじゃないのかなっていうところをね、感じましたね。ファンの人はなんかアウトコース一辺倒でなんとかってキャッチャー攻めますけど、言われた通りやってるだけですと思います。はい、あとですね、昨日気になった菅野ね、前回登板で、90球強制登板というところでね、今回投げましたけど、もう初回から、体重の乗りも悪い、腕も振れてない、キレなし、緩急もつかないというところで、まあ、3回途中で降板になりましたけど、こう見ててもう2択です。まだどっか痛いけど投げれるから投げてるのか、もしくは調整不足なのか、もうこれどっちかだと思うんですけども、ちょっともう菅野らしからぬ、あの初回のね、中村に対して あのツーシームの逆球、ワールドピッチ、あんなの珍しいね。制球もめちゃくちゃ苦労してたし、そういった面ではちょっとまあここでね、あの交流戦ブレイク開くんで、まあ、どこまでしっかりね調整できるかっていうところですけど、ちょっと不安ですね。であと昨日気になったのが、3回荻野がホームラン打って、マーティンシフト、もうサード岡本がショートに守ってるっていうね、でそこでセーフティーバンドがセーフになって、でその後角中のレフトフェンス直撃ホームランかなっていうところでね、フェンス直撃のツーベースで、レアードが犠牲フライっていうところで、このねこの1点が結局は致命的な1点になってしまったんですけども、でその次のマーティンとの対戦の時はサードがもうシフト引かないで守ってるんだよね。だからあの大きなシフトっていうのは、ホームラン打たれるぐらいだったらシングルヒットは OK だよっていう多分思惑でやってるんだと思うんだよね。だってホームランもダメだけどシングルもダメで三塁が空いてたら、それはセーフティーやるよね。しかもレアードはカードの初戦もファールになったけどセーフティー試みてんだよね。でそういったところ で次の打席にはもうやめてるっていう、ちょっとベンチも一貫性がないっていうところと、何がしたかったのかなっていう疑問も残りますし、あとね4点差まで追いついて、小野文哉がねちょっとバタバタしてる時に、7回表ね1点差に追いついて、で中島のライト前ヒットで岡本がセカンドからホームアウト、バーッ。いやいくらなんでも岡本の足、打球、ライトの守備位置、マーティンの守備力、肩を考えたらもう絶対ストップだよね。これもう回った瞬間に、これ暴投掘れなかったら絶対楽勝でアウトだよっていうね。でしかもきっちり投げてもう4歩前ぐらいからアウト、さすがにあそこはギャンブルするとこじゃないよね。で仮にランナーが松原とか湯浅とかっていうところだったら
まあ、ひょっとしたらクロスプレーになってるかも分からないんで話は分かるけども、岡本であればねいい流れを断ち切ったね。あそこでまたね小野がバタバタしてる中で、まあ、その後石川がネクストだったけど、ひょっとしたらスモーク代打とか誰かね代打でなんか変わったかもしれない。で小野バタバタしてる、変化球ストライク入んない、ストレート力勝負、ね、一気に逆転っていうのもねあったかもしれないところを流れ切ったあの暴走バッとね、で結果5対4、佐々木千早グッピッチいい形でね。まあでも結果2勝1敗でジャイアンツの勝ち越し。あ、あと言うのを忘れてた。岡がね8回ぐらいにねダイソー出てきたの。安田があのレアードがヒットってね、で盗塁したすぐで、そしたらねちょっとあの送球がそれて坂本も取れなかったけど、セカンドの北村ナイスカバーダイレクトキャッチグッチ、あれでもし抜けてたら三塁行かれてたかもわからないところをしっかりね、その盗塁もセカンドがカバーしてね、キャッチャーの暴投を防ぐグッチ、ああいう守備大好きです。はい、ということで結果2勝1敗で巨人の勝ち越しでした。さあ続いてオリックス対広島、11日4対0でオリックス、12日3対2でオリックス、13日9対8でオリックス、オリックス3連勝、そして交流戦優勝ガーツスーパーグッド、いや素晴らしいですね。きっちり交流戦優勝して、しかも最終戦もね、勝利で飾るっていうところでね、素晴らしい勝利だったかなと。11日4対0でオリックスね、オリックス山本8回113球2安打15三振、無四球無失点ね、で3回から完全試合を意識したっていう、早いね、でもそれだけ調子がいいっていうね、証拠なんじゃないのかなと。しかもねヒーローインタビューで言ってました、3回から意識しましたってね。で先発全員奪三振ね、8回先頭鈴木にねセンター前ヒット打たれるまで完全センター前打たれてね、そこがねついえるっていうところでしたけども、まあなかなか難しいね、牧原さんから出てないんだからね、結構長いね。で広島もね初先発ルーキー能道、5回84球ノーヒット5三振2四球無失点、まあ初先発っていうところでね、まあ初回2四球でねちょっとピンチ使えたけども、そこしっかり抑えて流れ取ったってね、ストレートフォークカーブグッとね、まあ正直もうちょっと投げてもよかったんちゃうかって、まあ初先発だからね、まあ球数も考えて降板したけども、もうちょっと投げてもよかったんちゃうかってね正直思いましたね。でオリックス7回まあ吉田がねフォアボール、ピッチャーね森浦、ここがキーポイントですね。で T 岡田ライト前ヒットで足立バント、でピッチャー中田に代わってジョーンズフォアボール、バーンといきなり出てきてフォアボールで、杉本センターへ2点タイムリー、このフォークボールね、こういいところ投げたのよ中田もね、でも体勢崩しながらグッズで、伏見三振で、倉林ライト前で、ピッチャーが高橋に代わって福田ツーアウト満塁から押し出しバーン。まあね山本にとってはなかなか援護点がなかったところで、いい形でね、しっかり相手のフォアボールをね、この試合このイニング3つのフォアボールだからね、フォアボール生かしながらいいところで打って体勢崩したすごいヒット、素晴らしかったかな。でねオリックス8回にも1点取るんだけど、相澤股の下を抜けるパスボールバーン、あれは止めなきゃいけません。で12日交流戦ね優勝した試合ですけども、3対2でオリックスの勝ち。オリックス立場5回92球4安打6三振無四球無失点と、で5月9日以来の勝ち投手ね、グッチね、まあ無四球がやっぱり好投につながったと思うんですけども、まあ若干怪しい、いやこれ万全な田島じゃないよねとっていうところ、まあでもその中でね無失点で抑えてるっていうのは非常に素晴らしいピッチングだったかなと。まあねこの中島監督の悪くても起用を続けるこの我慢がねこの勝利を生んだかなと。まだこのね交流戦ブレイク挟んで、まあいい形でね帰ってきてくれるでしょうね。で2回裏杉本がねサード内野安打、堂林投げれない、ちょっと握れなかったのかな、でもやセカンドフライで、西野エンドラン失敗で盗塁アウト、バーン振らな当てなきゃね、で2アウトからレフト前ヒット、これでチャンスついえたかっていうところで、まあ福田が西野がねこの三振を取り返す、三振空振りを取り返すねレフト前ヒットで、で紅林、ショート小園、まあ取れると思うけど取れなくても止めなきゃね、でそれを止めなくて、左中間抜けていってツーベースで、2アウト2、3塁から若月フォアボール、ここがキーポイント、若月グッ、ここまたフォアボールから来るのよ広島は。でその後ね福田が左中間タイムリースリーベース、グッと、この若月のフォアボールがキーポイントだったね。で広島6回表ピッチャー村西、中村フォアボール、西川ライト前で、鈴木がフォアボールで、相澤押し出しで1点、おわ
オリックスもフォアボールでってね、いうところでピッチャー富山、坂倉をノーアウト満塁から4-6-3ダブルプレー、グーッと、ここキーポイント、ここでパンパンって出たら広島の逆転もあったけども、ここで富山が踏ん張ったのがね、非常に大きかったかなと。でその後東林がねセカンドゴロね、でヒギンス平野の継投でグッと、平野がね最終回帰ってきて締める、でヒギンスもまあ帰ってきてねっていうところで、ここがいい形でねできるようになったのかなと思いきや、13日最終回にね、この前日良かった、富山ヒギンスがねちょっとやらかしちゃうっていうね、なんで平野がね出てこないのかっていうね、ところも考え感じましたけど、まあ9対8ね。でまあここの中でね、もう一番の、キーポイントはちょっと長くなってるんで、もう最終戦はねコンパクト、これプロ野球ニュースでも解説したんですけどね、やっぱりね一番の、まあ最後 T 岡田がねあのサヨナラヒットを打つわけですよ、あの栗林が初の失点というところでね、まあ、このね栗林の失点というところも結果的によ、結果的にこの福田先頭にフォアボール、そしてまあモヤは敬遠で、ジョーンズもこのジョーンズのフォアボールが痛かったよね。だから結局この3連戦広島は全部フォアボールからの失点で負けてんだよね。だからそこら辺もちょっとね、このまあ試合まだ交流戦で広島は続くけども、ちょっと全体的に改良していかないと、もったいないよね、いいピッチング投げてるのに。で T 岡田がね最後ねサヨナラヒット打つわけだけども、このね T 岡田がサヨナラヒットを打った理由がある、それは9回の表です。まあここね9回の表怒涛の広島の攻撃で3点差追いつくんだけども、これは非常に素晴らしかったね。その中で T 岡田の何がいいのかっていうと、2アウト2、3塁、まあ、小園のねライトへの同点タイムリーで同点になるんだけども、その時のファーストの T 岡田の一塁間を抜ける時のあのダイビングの姿勢をもう一回見れる人は見てほしい。超必死です。あのただ単に飛びついたんじゃなくて、なんとかしてこの一塁間抜けるやつをもぎ取ってやろうっていう、もう魂の叫び、取れなかったけどね、でもそれが出てるそのダイビングヘッドがね、この一塁間飛びつくあの T 岡田の姿勢をね、もう一回見れる人、今すぐ、あ今すぐはねやめて、動画見終わった後見に行って、もしくはね見に行った人帰ってきてね、あのねなんか必死っていうかね、何としても取ってやろうっていう、ただ単に飛んだだけじゃなくてもぎ取ってやろうっていう、あのね魂をから出るで、取れなかったけどダイビングが最後のねさよならね、あのヒットにつながってると思う。だから取れなかったけど、あの何としても取ってやるっていうあの姿勢、グッと、ね、でまあカープはね初回から菊池のホームランとね形でいいところね出ただけにね、しかもよ今日のカープの一番のね俺のグッドポイントはね、2回ツーアウト一塁から羽月のショートゴロで、宇草がそのね紅林のスローを見てからサードに行く、グッと、あの走塁は素晴らしかったね。でその後ね小園のタイムリーで1点をね掴み取るっていうところでしたけど、あの宇草の走塁はね非常に素晴らしかった。このね前半だからね超いい感じで勝ちペースできてるんだよ。その代わりで3回裏にこの紅林福田でヒットからの胸のフィルダーチョイス、ここバッツ、ここがねしっかりやってかったんだね。でその後吉田杉本ロベルトでパンパンパンと打たれて、伏見のねタイムリーとこの6点でね勝負あったみたいな感じだったけども、追いついたのよせっかくね。でも最後はやっぱりフォアボールっていうところでね、まあ、結果3連勝でオリックスの勝ち越し、オリックス交流戦優勝おめでとう。しかもゲーム差なしの3位、交流戦明けが楽しみですね。はい、さあ続いてですね、日本ハム対 DeNA、6月11日、0対4で DeNA、12日4対3で日本ハムで、13日1対4で DeNA、 DeNA の2勝1敗の勝ち越し、ね、11日浜口カップグッズ、ね、9回138球4安打7三振2四球1デッドボール無失点、特にチェンジアップが低めに決まって素晴らしかったね。で腕を振ってストレートも生きる、この2投があるからこそのチェンジアップも生きるし、ストレートも生きる、グッズピッチね。で初回桑原ね、ライトへツーベース、伊藤光バント、で佐野センターフライで終わったと見せかけてオースティンがツーランホームラン、非常にねいい形の先制で、3回、楠本レフト前で桑原がピッチャー強襲ヒットで、またここで伊藤光バントで、佐野がねセンター犠牲フライ、まあ、今度はね仕事きっちりっていうね。で5回桑原ツーベースで伊藤バントで、佐野またまた犠牲フライ、グッグッ流れ完璧ね、伊藤光バント3回グッ、こういうのも大事ね、細かいところも、しかも桑原躍動からの佐野がきっちり返すっていうね、非常に素晴らしい戦いの中で浜口の完封、素晴らしい戦いだったかなと。日本ハム、まあ、9回ねちょっと怒涛のちょっと最後の攻撃しましたけども、9回以外見せ場なしっていう感じでしたね。12日4対3で日本ハム、
ね、もう2番はカール、ピンチを抑えて流れ切る、ピッチング、ね、まあ、6回もってね、池田が1失点を、ね、交代、ツーアウト満塁から細川の、ね、ライトフライ、非常にね、素晴らしいグッドリリーフだったかなと。で、攻撃面はですね、4回裏、ワンアウトからワンボールをレフト前、で渡辺レフト前の、平沼サード内安打、でここで石井、もう京山の、ね、ワイルドピッチ、伊藤、まあ、逆球だけど、取れないかな、どうだろうね、でも取ってほしいね。うん、でその後スクイズ失敗、キャッチャー目の前、ね、三塁ランナー立っちゃうと、バーッと、きっちりいこうよって見せかけた後に、ツーアウト一、三塁で石川が初球スライダー、レフト前タイムリー、って、この1点大きい、非常にこの石川のヒットは、ね、大きかったかなと。で、DeNA ね、終盤、追い上げるもあと1本出ずっていうね、その前日のいいところでの1本っていうところがね、非常に出なかったかなと。で、13日、1対4で DeNA、もうね、バーヘーゲンがもうクイックしないところをもうお見通しよ。DeNA は、まあ、初回もね、桑原がセカンドベースに当たるセンター前ヒットを打って、でその後ね、もう初球から盗塁、もう楽勝戦で、あの伊藤光がもうなんとかしての右打ちね、バントじゃないよ、今度は右打ちだよって進塁打してからの佐野が先制タイムリー、グッズバーヘーゲンバーンと、ね、で2回もあの関根レフト前で、桑原の時に関根がね、初球すかさず走って盗塁で、桑原ライト前ヒット、進塁打打とうとしてのライト前ヒット、これ最高だね。で伊藤光、まあ、バントきっちりしてるからね、今度はねバッティングでもレフトへタイムリーで、外もタイムリーね、佐野がダブルプレーで終わったかなと見せかけて外が、ね、だからこういったところでもうそつなくね、もう相手の弱点をついていくっていうね。でバーヘーゲンもそもそもまあ来日2年目なんだけど、もう去年から全然クイックしないので、ね、これプロ野球ニュースでも言ったんだけども、あんだけクイックしないのを認めてるベンチもどうなんやっていうね。でそれで盗塁されてる、だからもうキャッチャーに言いたい、投げるな無理で、それでもう実力講師で、いやクイックしないんで投げませんっていうぐらい、まあ俺は言ってたけど、それぐらい言うぐらいがちょうどいいと思うよ。本人もする気ないし、ベンチもさつきないし、で盗塁されてそれで失点して負けるって、なんだかなっていうね、もう感じだよね。バッもう全体的にバッとね。で結局ね、その中でもで最後ね、で5回のこの追加点の1点が非常に大きかったけども、まあ、桑原センター前で、伊藤センター前と、で佐野の、ね、セカンドゴロ、これダブルプレーっていうところでね、渡辺がこいつバーッ、まあ、こういったところでねミスも出るで打てずバーッ。で今永ね、ピンチも取るけども、ストレートの走ね、キレ良かったね、しかも腕振って、肩の故障でね、ここまでね309日ぶりかな勝利っていうところで、こんなに早く復帰できたっていうのもね、まあ、本人の頑張りもあるだろうけども、周りのサポートもあってっていうね、本人のヒーローインタビューのコメントにありましたけども、非常にね素晴らしいピッチングだったんじゃないのかなと。グッピッチ、ね、結果2勝1敗で DeNA の勝ち越しでした。さあ続いて西武対中日、6月11日6対5です。中日12日7対3で西武で、13日4対3で西武、西武の2勝1敗で勝ち越しになりましたね。で11日6対5で中日というところで、中日はね足を使い巧みな攻めで得点圏、ね、3回高松ねセンター前で盗塁、3球目に走ってね、で大島センター前タイムリー盗塁、1球目ね、だからここだね、高松もこのね、この大島みたいに1球目で走ると次のバッターが楽だよね。どの上ライト前で、もし1、3塁で高橋のセンター犠牲フライと完璧な流れ、グッズ、ね、4回木下ライト前で、水俣バスタ、ね、ピッチャーゴロ、ね、セカンド投げてショートが、で山田がね、あの補給ミスで、まあ、山田にエラーがついたんだけど、まあ確かにね、山田を取らなきゃいけないけども、多分あれ取ったら足離れてた、確実に足ついてまであのそれたのを取るのはちょっと無理じゃないのかと。だからピッチャー高橋がね、やっぱしっかり投げなきゃいけないんじゃないのっていう、俺はピッチャーのエラーじゃないのかなっていうね、あれを山田にエラーと使うのはちょっと山田がかわいそうかなと。多分あれ取ってたら足離れてたからね。でノーアウト一塁になって、高松ねバント三塁エラー行ってっていうところでね、山川がね勢いついてて三塁狙ったけど、これ無理やと思ってファースト狙おうと思ったら、高松の足が速いって焦ってね、コートねバッで高松盗塁で、ノーアウト二三塁になって、大島の、セカンドゴロ、ウネンティキャッチャーホームへね、フィルター処理、これ絶対間に合わない焦りね。でその後堂上ノーアウト一三塁からセンタータイムリーね、でピッチャー交代佐野ね、ここ三度くよね、その後高橋ライトフライ、ビシエド543ダブルプレーとね、こう流れを切ったっていうところね、佐野グッピッチ、でもその前までねミス、足でかき回されるっていうね。で7回表どの上、レフトツーベースで、高橋、ファーストゴロ進塁打グッチ、ね、でビシエド、ショートゴロで、山田ホームへ悪送球、まあ、タイミングもセーフね。であとね、こう守備位置問題ある、
ゴロホームなんだったら守備位置ちょっと深すぎる。あの位置でゴロホームなかなか難しいんちゃうかと、まあ、ビシエドだからっていうねところで多分両取りしたんだけども、あれゴロホームなんだったらもうちょっと前守らないとちょっと守備位置が中途半端だったかなと。でね、西武打力あっただけにね守備のミス響いたかなと。西武もね5回裏ウネンティンライト前山川ホームランってね、このねウネンティンも山川もミスをねこれ挽回する打撃グッと、こういうの大事ね。やっぱミスするのは仕方ない、みんなするからね。でそこでバットって俺が言うのも仕方ない。でもその後しっかりねこうやってバッティングで切り替えて貢献してるっていうのがね非常にグッと、ね、で西武9回裏、ツーアウト1塁からね中村のライト前一塁ランナー岸がホームへ突っ込んでアウト、ね、まあここでね中継がね高騰するんだよね。で滝野がカバーに入っててそれをね取ってホームへっていうところで、あの高騰を見てホームねついてきたと思うけども、あのね走塁はね非常に回ったのももう良かったと思う。アウトになったけど、でコーチャーの判断も良かったと思う、ね、で高騰してね、でもその後の滝野のねこのカバーっていうのがグッと非常にね良かった。で送球も良かったし、でキャッチャーの木下ねバンデリンドームでロッテ戦ねコリジョンでアウトがねセーフになって勝ちきれなかったことを見越してね、ちゃんとその修正もしながらちゃんと足がね線にかからないようにできた。グッそういった面でもね、まあ、中日がねカバーしながらできたかなと。で西武はねミスをついていこうと思ったけどね、まあ、そこをね中日のカバー力が上回ったかなと、まあ、このアウトはね仕方ないかなと思います。12日7対3でね西武ね序盤の攻防で明暗というところでね、西武1回、岸、ショートエラー三ツ俣悪送球からの金子ライトツーベースで栗山、ショートフライでウネンティね初4番というところでねサード強襲、まあビシエド取れないかなライナーだったら聞いておくなっていうところで一射で山川デッドボールでスパンジェンバーグワンアウト満塁から走者一掃のレフトへタイムリースリーベースね。でここで終わるかと見せかけてアイトが、ライトへツーベースガッツ、ね、ライト高松がねライトからセカンドへの悪送球を見るやねしっかりね走塁も三塁へっていうところで非常に良かったかなと。でこのね冒頭があったことによって次がセンター犠牲フライガッツ一挙6点ね、もうこれで勝負ありっていうね感じでしたね。逆にね序盤の攻防中日2回表福留ツーベースで木下レフト前で1打点でノーアウト2塁で福田ね、まあ、なんとか反対方向っていうところでしたけどもファーストライナーで三ツ俣センター前でワンアウト1・3塁から高松センター前で1打点で大島フォアボールでワンアウト満塁で堂上ジョッグ最近調子いいよっていうところで 6-4-3 ダブルプレー、ここがキーポイント、ここを抑えた西武と打てなかった堂上、ここで打ってたらひょっとしたらねまたガガガってなってた可能性もありますけども、ここでねダブルプレー、これがね、まあ、この試合の一番のキーポイントだったかなと。で中日ね岡野 2,3,4 回はしっかり抑えてるだけに初回ねもったいない、まあミスもねあったっていうところはありますけども、このね三ツ俣のエラーが初球のエラーがなかったら0点で抑えてたかもしれない。でもねまあいいピッチングしてたんで次回登板ね期待したいなと。で13日4対3でセーブっていうところで中日ね、あの中日見てた時にねこの福谷がねあの一番気になったのが、8回の裏ワンアウト、二塁で栗山敬遠して次ウネンティのところで交代してあのマウンド付近でちょっとしゃがみ込んで交代なのみたいなこう感じだったのね、不満な素振りで、その後福が出てきてこのウネンティに、勝ち越しのタイムリーウネンティグッと打たれるんだけども、こうああいう感じが出るってこのベンチとの信頼関係がお互いねこの揺らいでんちゃうかっていうね、ああいうなんかすごい、まあ俺は分かんないよ、こう妄想で言ってるだけだからね、ああいうのが表立って出るって俺の長い経験からするともうちょっと中がこうぐちゃぐちゃひょっとしたらしてんちゃうかっていうねような見えるちょっと姿とかだったかなとね。でしかもその後抑えてたらまだいいけどね、打たれちゃったっていうところでまたねこのベンチの選手と監督コーチのこのグニャーってなってるのがねちょっと不安だね、どうなってるのかがね。であともう宮川バッといきなり出てきてデッドボール7回でこの3対1で勝ってる状況でいきなり出てきてビシエドにデッドボールで福留センター前でどの上にね同点タイムリーツーベースとポッポッポンとバッといきなりすっぽ抜けてデッドボールはないっしょ、リリーフでどんな準備してたんだよって言われても仕方ないよ、ね、そういったところよ、いい球があるだけにね。で結果ねこの4番
年金の活躍、そして岸がまた先頭打者ホームランっていったところでね、まあ、西武が非常にいい形のね勝ち越し、だったかなと。あとニールがねコロナや濃厚接触者挙げて登板になりましたけど、まあ、6回86球とね、5安打1三振で1失点とフォアボールもなく本当球数も少なく、自分のね投球スタイルをしっかりできて動かしながらっていうね自分のピッチングができたっていうところで、西武もね今もうロッテに 0.5 ゲーム差ですし、まあ、ここのね後のまだ交流戦残ってますけど、ここしっかりね今日夜座かななんでそこしっかり勝ち切れたらね、ひょっとしたらまあ4位 A クラスっていうところも見えるんで、このニールの復帰のこれ好投っていうところも非常に良かったですね。あと平ガーチ素晴らしいね、いいピッチングね、もう打たれるしないね、あのカットあったらもうまっすぐ張っちゃうもんね、非常に素晴らしいピッチングだったかなと思います。結果、2勝1敗で西武の勝ち越しでした。さあ続いて楽天対阪神、11日2対3で阪神、12日1対9で阪神、13日5対6で阪神、阪神3連勝からの1週間6連勝強い、強すぎる阪神、セリーグ一人旅7ゲーム差、どうやったら逆に負けるんやね。しかも楽天も涌井、マーク、早川と今の楽天を支える表三枚を持ってきたのにもかかわらず敗戦、逆に痛い。はい、さあタイガースファンの皆さん大喜びの1週間だったんじゃないでしょうか。6連勝だからね、今年の交流戦初じゃないね。そう考えたらロッテ戦にいきなり負け越したの痛かったね。あれなかったら交流戦も優勝してたかもわかんないよね。まあ、6月11日3対2で阪神ね、まあ、楽天初回2アウトからね浅村のセカンドエラーね、糸原復帰初戦になったけど難しいバウンドだけども処理してほしいよね。まあ、バットまではいない、確かにね難しい打球だったんでね。でその後島内センターオーバーね、先制スリーベースね、こう中継も乱れてバーッと丁寧にね、まあ中継乱れなくてもホームに帰ってきたかもわかんないけども、中継がちゃんとしてたらどうだったのかなっていうところもありますよね。で2回茂木がねライトホームランいい形ね、で涌井4回まで、4回にね中野にヒット1本でねかなりグッピッチ、楽天のいい流れの中で阪神5回表佐藤がホームで3三振、糸原三振で、ここで糸井の打席佐藤が盗塁、大田区送球、小深田も止めてやらなきゃ、まあキャッチャーが悪いよ、悪いけどね。で三塁へ、で糸井のセカンドゴロ内野安打、もったいない、これ1点も取られないで済んだのに、こっから一気に流れが変わってね、この一つのプレーでね、この盗塁を三塁まで生かすっていうね、本当に。でその後6回表近本レフト前ね、で島内ファンブルの後二塁へ、こういった走塁もグッツ、なんかこう走塁の意識がもう毎試合高まってるよね。で中野サードゴロ、二塁ランナー三塁グッと、こういうところの進塁打もきっちりやっちゃうんだよね。でマルテ初球スライダー甘く入ったところをレフトへホームラン、グッと涌井唯一のこの1球の失投で負けるっていうね。で青柳もね先発低めにしっかり集めてね、打たせてるピッチング、あまあ芯を外してね、自分のねスタイルでしっかりピッチングできたかなと。で楽天5回裏辰巳センター前で小深田バントで三塁側に、このバンドをね俺はね三塁側にしないといけないと思うんだよね、青柳の場合は。そのでその後のね鈴木大地のピッチャーゴロね、あのピッチャーゴロをよファーストにワンパン投げてるってことは、やっぱりね青柳はワンパン送球なのよ、ちょっとソーイングねあの不安があるから、だからあれ三塁側にして、で大遠投ワンパンにして、でそこでそれたりとか打球ね投球が死んで小深田なしでセーフっていうところを考えると、よこのねドラッグバンドじゃなくて三塁にしなきゃいけないんだよね。そういったところはちょっと情報不足かなっていうところを感じたね。で12日1対9で阪神ね、阪神伊藤ね対左6人右バッター3人というところでね、左右関係なくインコースにね左にはツーシーム、右にはねまっすぐカット、しっかり投げ切り正規目標っていうね、角度もあって腕の振りも素晴らしかったかなと。7回114球4安打5三振1四球1失点、まあ島内のホームランのみというところでね、非常に素晴らしいピッチングだったかなと。で楽天田中ホームランに沈むというところで4回表ツーアウトからマルテが粘って8球粘ってフォアボールグッチ、大山がワンストライクから外のストレートコーンとライトへホームラングッチ、ね、で6回表ツーアウトから佐藤がね外フォーク見逃し、外フォーク空振りからのインコースのスライダーをツーストライクからホームラン、これ完全失投だね、
もうちょっと、もうその前も3球で三振取って、これがメジャー式なのかな、もうどんどんストライクを取りながら甘めでも動かしてっていうところでね、それが逆の方に作用して佐藤がホームラン、おじいちゃんおばあちゃんの前でグッとホームラン、ね、これでこの2発のホームランでね結局負けるとでね、9回6失点してそこまでね接戦に来てただけにこの6失点でねもうジェーンと、ね、で13日6対5でね阪神ね、早川ねやっぱり対左にやっぱりインコースのストレート系がねやっぱ少ないかなと、でそこでねしっかり、打ち込まれるっていうところで、まあ、早期降板になってしまいましたけど、まあ、これはねもうずっと言われている課題なんで、もうそろそろね修正、もう後半戦に向けてね修正していった方がいいかなと思います。その中でタイガースまたまた足でかきます、ね、3回表ね、梅野サードゴロ、近本ファーストゴロと2アウトから中野がレフト前にヒットを打って、ここですかさず初球を走って盗塁、グッね、でマルテが先制のタイムリーヒット5回、ね、ここも2アウトから梅野がフォアボール出て、で近本がホームラン、グッ、ここもインコース攻めきれなくて、ね、ここも一発と一発構成と足でもう本当に楽天はかき回されちゃったよね。で7回ぐらいにね楽天も浅村の、ね、タイムリーヒットでね、このタイムリーヒットの後ノーアウト2、3塁島内ね、ガンケルもいい形で投げてたんだけども、あのショートゴロで、ね、内野手が下がってたんでショートゴロで、まあ、1点、ね、取るために、まあ、もう内野ゴロ打とうっていうバッティングだよね。で俺はねあそこノーアウト 2,3 塁で内野全部下がってたからセカンドゴロを打って1点取ってなおかつセカンドランナーも3塁に生かしてで岡島でもう1点っていうところを島内は考えたと思うの。だから俺はこの考えはすごい賛同できるしいいと思うのよ、めちゃくちゃ作戦としては、まあ、前日ホームラン打ってるしね、あれもあるからもっと思い切って打ってほしいっていうのももちろんそれも分かる、そういう姿勢も欲しい4番だから。でも島内は4番打者じゃないからね、4番目の打者っていうことを考えると、そうやってして頭を使ってチームバッティング、非常に考え方グッド、その代わり多分できなかったんだよね、あの思ったよりあのツーシームしていってこれ引っ掛けようと思って、あのまま引っ掛けたらピッチャーゴロになるからもうショートゴロみたいな感じで、だからでもやろうとしてることは見えたから非常に面白くて、あのいい戦略だったけども、ただそれをさせなかったガンケルの投球と、まあ、島内のちょっとこうもっと思い切っていくね、引っ張りの気持ちっていうところがちょっと足りなかったのかな。でもアイディアは悪くなかったんだけどね。で、まあ、そこで2点取って、まあ、とりあえず逆転だね、最低でも逆転っていうところでね。で7回表ね、ツーアウトから梅野が出て、で近本がヒットを打って、でまた盗塁で、その後ね中野のヒット、グッ、この近本と中野、近本5打数3安打3打点1ホーマー1盗塁、中野5打数2安打2打点1盗塁、グッ、このもう1、2番に全部かけ回されちゃったね。でもよ8回に藤波の剛速球を鈴木大地がホームラン打って、おーこれはって盛り上がっただろうね球場は。でその中で9回表ツーアウトから梅野が10球粘ってフォアボールで、ここでよディレードスチール走るのよ、小深田バッて、キャッチャーの田中はそのディレードスチールもしっかり見て投球も完璧、あれ二遊間がベースに入ってた 100% アウト、タイミング的にはそれを小深田が入りきれなくてセンターに抜けていって田中にエリアついてね、かわいそうにで三塁行って、でそこで近本が勝ち越しのタイムリーね、近本くん。でもだから結局は、まあ、クイックもできなくてもう見破られて走られてるし、結構だからこのね3つの盗塁ね基本的にねキャッチャーの責任じゃないね。でその近本の一三塁の盗塁もベンチが三塁見てからセカンド投げろっていう指令だけど、三塁見てて近本みたいな足のやつさせるわけないもんね、そんなただ全力でやってさせるかどうかなのに、三塁見てから投げたらさせるわけないのにっていうところで、俺はねキャッチャーの責任はね全くないと思う、完全にもう1個目はね、あの早川の動き出しからの遅さのクイック不足と、で最後のディレードスチールはショートの小深田が入ってないことへ の悪送球になったことだから、俺はキャッチャー無責任、キャッチャー全く責任ないと思う正直ね。でそこの1点、まあ、阪神はねそこをきっちり返すところが素晴らしいね。阪神3連勝からの1週間6連勝、グッズスパイラル
ちょっとね、あのグッドのレパートリーも少なくなってきたんで、また考えますね、こういうパターンはどうするのかっていうところでね。でも非常に素晴らしいタイガースね、戦いだったかなと、思います。さあ最後にソフトバンク対ヤクルト、6月11日1対0でヤクルトで、12日4対2でヤクルトで、13日6対4でヤクルト、ヤクルト3連勝、交流戦ソフトバンクに3連勝したのが初らしいですよね。で11日1対0でヤクルト、ヤクルトね、石川6回96球6安打6三振無四球無失点、まあ、あれだけ腕振ってね、しかも全ての球種を全て制球よく投げられる、素晴らしいよね、あれなかなかできないよね。でしかもあの大西、梅野、清水、マクガフと、まあ、リリーフね、あのしっかりつなげましたけども、まあ、大西がね2つのフォアボールで、清水1安打2つのフォアボールでピンチ作るけどね、まあ、よく踏ん張ったね。ちょっと清水がちょっと心配だね、ちょっとなんかちょっと打ち込まれたりしてるんでね、全体的に。でもソフトバンクはね、この大西の2四球で清水の1安打2四球、ここで1本欲しかったね、ここで1本打ってれば逆転っていうところにもなったけども、まあ、ソフトバンクはね、あと6回の守備、ワンアウト満塁からオスナのね 3-2-4 のダブルプレー、あと川島ね、セカンドだからよくファースト入ったよね。あれなかなかね、ファースト誰も入ってなくてダブルプレー取れないっていうところで、セカンドの川島がね、あのファーストによく入ったかなと、非常に素晴らしいプレーだったかなと。でソフトバンク石川もね、あの8回106球6安打5三振1四球1デッドボール1失点と、非常にグッピッチね、まあこれも点取ってくれないか勝てないからね。でこの中な村上がね2回表ライトでね一発グッチ、まあ非常に素晴らしい試合だったかなと、思います。さあ続いて12日2対4でヤクルト、ね、ヤクルトが、まあ、左右関係なくねアウトコースへの制球力が非常に抜群グッチ、ねまあ、7回97球5安打8三振2四球2失点とね、こう連打を許さないっていうところがね勝利につながったかなと、まあ、こういったところはね、まあ、打たれても塁出してもね粘り強い投球っていうのが非常に小川らしくて素晴らしかったかなと。打線はもうね山田テスト祭りっていうところで4打数4安打3点2ホーマーグッチ、小川がなだからもう2戦ともエースクラスね、エースが投げて左右のエースが投げて主砲の一発で勝つっていうね、最高の勝ち方だったんじゃないのかなと。逆にソフトバンクね、マルティネスも7回ね無四球2失点と非常に素晴らしいピッチングだったかなと。ちょ援護点なくて、まあ、石川マルティネスもねちょっと勝ち星つかないところはね、うん、まあ残念だったかなと。でソフトバンク7回裏ね、甲斐のレフト前で増田3バンド失敗、バーッとバンドきっちりね、でその後川瀬バンド、三森ショートゴロ、あその後川瀬もバントするんだと思って、それだったらもうマッチ思い切ってバントできないんだったら代打バントとか、もう思い切ってエンドランとか違う策でもよかったんちゃうかなっていうね、そこまで、まあ、三森がね当たってるっていうのもあるけど、そこまでしてっていうねところは感じましたね。で8回表ね、青木セカンドゴロエラーね、三森が好投してね、あとスライディングで避けながら青木グッて、若いねまだまだね。でそこから山田の決勝ツーランっていうところで、この三森のエラーっていうところもねちょっと痛かったかなと。だからもうソフトバンクはちょっと何してもうまくいってないね、この12日はね。で13日6対4で、ヤクルトの勝ちというところで、ヤクルトね、この試合今季初先発高橋奎二、非常に素晴らしいピッチングだったね。誰かが言ってたんだよね、高橋は球も強くていいストレートあるから四隅を狙ったりコース狙っても持ち味出ないってね。でそこがカウント悪くなって甘めに行って通打されて、いいところ出ないから甘めでもいいから腕振って強い球投げていって低めに制球して、そこから変化球を曲げたり落としたりすればいいピッチングできたらいいなって誰か言ってたんだよね。誰かな、確かここの動画で誰かが言ってたと思うんだけども、まあそれが伝わったのかな。まあ俺のおかげじゃないと思うけども、あ俺って言っちゃったあ俺って言っちゃった、あ俺のおかげじゃないと思うけども、非常にねなんか俺が言ったようなピッチングをしてたのよ。柳田とかにも甘めに投げてもね、ショートゴロとかね強い球で打ち取るっていうね。で6回3分の1 98球1安打5三振4四球2失点、まあこの4四球はねもう仕方ない、そうね若干ばらついてもそういうピッチングをねしないようにすると縮こまってねいいピッチングできないんで、だからもう今井と一緒の感じかな、系統で言えばね。でも左で155キロだったかな、非常に素晴らしいピッチングね。解説してたマリンで、ともちんからすぐライン来て勝ちましたって言って、俺 もうすぐ返そうかなと思ったけど、やっぱりさすがに解説中だから返せなくて、終わってから返したんだけども、非常に喜んでてよかったね、ともちん。
ね、はい、というところで、でその後ね、で結局塩、まだ山田もね、4打数4安打3打数1ホーマー、村上も3打数1安打2安打1ホーマーと、もうこの山田村上がね、このソフトバンク戦かなり躍動したかなと。でソフトバンクもね、まあバレンティンホームランとか、まあバレンティンの2発っていうのもあったけど、ちょっと打線のね、つながりもなく、やっぱり和田のね、まあ、4回3分の1までで6失点、ここが非常にね、痛い、敗戦になったかなと。ちょっとソフトバンクがね、交流戦負け越しっていうところでね、やっぱりこういったところがやっぱりセリーグがね、今勝ち越してる、まあ一つの要因じゃないのかなと。でもね、高橋奎二、一緒。グッチ。さあ、ということで、今週も全部お送りしましたけども、あれだね、最後に残ってるのは、先週のベストナイン発表です。パリーグから、ピッチャー、オリックス、山本、完全試合惜しい。キャッチャー、オリックス、伏見、コーリード光、ファースト、ロッテ、レアード、トロイクラエビって言ってたんです、本人がね。セカンド、セーブ、ウネンティン、4番打者、サード、セーブ、スパンジェンバーグ、全力プレー、ショート、ロッテ、藤岡、トヨタ、レフト、オリックス、T 岡田、D! 誰も笑わんよ。センター、ロッテ、荻野、トヨタ自動車、まあ、ちなみに藤岡と一緒です。ライト、オリックス、杉本、徳島商業、 DH、オリックス、吉田正尚、三振しない男、特別賞あります。西武、平、無敵。続いてセリーグ、ピッチャー、 DeNA、 浜口、完封勝利。キャッチャー、中日、木下、木の拓。ファースト、阪神、マルテ、よし。セカンド、ヤクルト、山田哲人、履正社。サード、巨人、岡本、二代目若大将。ショート、阪神、中野。盗塁失敗しないんで。レフト、阪神、サンツ。センター、阪神、近本。ライト、阪神、佐藤。阪神外野、そうだめDH、中日、ビシエド。一人で打っても勝てません。はい、特別賞あります。広島、大道。初先発、素晴らしいピッチング。もう一人、ヤクルト、高橋奎二、ともちん。はい、ということで、さあ今週終わりでちょっと一休みできます。ありがたいというところでね、まあ交流戦ね、日本ハム対西武、広島対ね西武、日本ハム戦残ってますけども、そちらはちょっと続きお休みさせていただきます。まあね、交流戦ね、あと1勝でもセリーグが勝てばセリーグの勝ち越しですし、パリーグが3連勝すればパリーグの勝ち越しになるんでね、まあそこら辺はどうなるのかっていう一戦にもなりますし、西武がね頑張ればまあ4位浮上っていうところもあるんでね、そういったところでまあ各チームね、まだまだ気が抜けない試合を見せます。関東地方、もうそろそろ梅雨入りです。これから雨が降ってくる季節になりますけども、里崎的にはたまに雨が降って試合を中止にしてほしいっていうね気持ちもあります。さあということで、ちょっと休んでね、また金曜日から巨人阪神戦が始まりますね。どちらのカードもね面白い試合が続くので、皆さんねしっかりちょっと休んでね、佐々木も休みますけど、また交流戦明けからどんな戦いになるのか要注意。